広島県の倉橋島です。呉市から江田島に渡るには、この倉橋島を渡らなければならないんですけども、この温度の瀬戸を渡る温度大橋があるんですね。ループ橋を上がっていくことになります。もう一つ新しく架けられた第二温度大橋というのもありました。倉橋島の高台から眺めた瀬戸内海の風景の写真です。これも私が大好きな写真のうちの一枚です。